今月もこの日が来た。いつものことだけど、この待ってる時間が長く感じるんだよな。ポルケ、俺、田中大輔は去年大学入学に合わせて一人暮らしを始めた。たまたま目にした広告に興味を惹かれて、前に住んでいた部屋からここに引っ越してきた。はやは。その広告には、この狭くてボロいアパートの魅力ない物件情報に加えて、面白い売り文句が書かれていた。なんでも家賃を納めると大家さんからとあるサービスを受けられるらしい。あからい、eso sí me interesa。そのサービスとは、はい、ただいま。Híjole, si yo me encontrara esa rubia, no nomás le daba un café, le daba el Starbucks completo. Toma, mamacita. ¿Otra vez va a empezar de cachondo, señor? ¡Ya párele! Demasiado tarde. Me abundaron las ganas de caldear. ¡Aquí voy! No, espérese, señor. ¿Por qué se está quitando la noche? Konbanwa, Tanaka-san. Konbanwa, Oya-san. Sono service to wa...家賃を納めると大家さんがエッチなサービスをしてくれるという際どいものだった。Qué buen servicio。ドキドキリトル大家さん、お家賃一月目、こんなサービスってありですか？シスターのコスプレで大興奮のマキン。Esto se va a poner excitante。あの、これ今月分の家賃です。はい、確かに。いつも期日通りに納めてくれてありがとうございます。Qué buen servicio。はじめまして、大家の麻生美由里と申します。え、大家さん、娘さんではなく？え、正真正銘、私が大家です。これでもあなたより年上なんですよ。し、bueno、¿quién tiene hambre？すみません、どう見てもその、子供みたいって言いたいんですか？未成年がアパート経営できるわけないじゃないですか。そうですよね。すいません。Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda, coño. あの時の田中さんから何度も頭を下げて。Tienes razón, lo que dice. おかしかった。初対面なら誰でも勘違いしますよ。今はそんな風には見ていませんから。Sí, sigue hablando, idiota. Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel.そうですよね。田中さんは私が子供じゃないってからだって知ってますもんね。ああ。